とりあえずゴーストは選出せずに、あ、3匹か。先発以外1ターンってなんだろう。先発のポケモンが引っ込んでから1ターン欲しいってことかな。まあそう思ってやろうか。なぜか今すごいマーク食いたい。なんかたまにあるよね、そういうことね。俺さ、家から歩いて5分、いやもう3分圏内にマックがあってさ、なんか本当に買っちゃいそうになる。会社帰りとかフラッと寄れるからさ。先発以外1ターンでいってるから、多分このクレフィア殴っていいんだと思う。トリックルームか。ほうほう。じゃあ多分耐えられるね。いや思った以上に耐えられたな。きっちりと仕事をされていった。もうこれ以上いないぐらい。まあ、ただでもトリックルームターンがもうあと1ターンぐらいしか残ってないんじゃないかな。リングマかな。欲張りすなんだ。へえ。なんだろうこれ。ここじゃ1ターン多分上げればいいんだよね、おそらく。なるほど。欲張りして弱体化されたの。え、これ全開すんの。やば、これ壁張りされてるからちょっとやばいんじゃないか。ツーウェポン、技2つしかない欲張りっす。これハッサムにどんぐらい入んだろう。てかこれハッサム落ちるな普通に。まあさすがに落ちるな。これ何体ぐらい倒されるんだろう。2匹持っていけるのかなこれ。これ鋼テラスキルはこれ。これ鋼テラス切って落ちたらすごい。いやまあ多分落ちると思うけどね。あ、こっちの方が早い。やばい、倒しちゃう。いや倒さないか。え、買った。リフレクターあるとはいえ硬くない。おっと、ここでちょっと絵にならないんで、ここはショート動画でカットしよう。あれにしよう。続きは概要欄の動画からってしよう。唯一の出番なかった。マジで。まだこの裏にいた。